この間からね、うん、思いもよらんことが起こったんですよ。思いもよらないこと。思いもよらんこと、はいはいはい、思いもよらん第1弾が、はいはい、あの僕の前歯の上の前歯6本全部この歯並びも悪かったのもあって、うん、それであのこうセラミックの歯をこう自分の歯をこう細いに削って、それでこうね前2本は出てて次はへこんでて、その次の刃はまた前へ出ててみたいな。で出てる4本は外側を中心に削り、うん、奥のへこんでるやつは裏側を中心に削って、それでこう面合わせて、もう15年も20年も前にこれ全部まとめてやったんですけど、でまあ要するに自分の歯は神経ないけどこう生きてるわけですよ。うん、でそいつにセラミックをかぶしてある、はいはい、で僕一生もんやって思ってて、そしたら、うん、そ自分の歯を支えてる根元に残ってる自分の歯がこの間折れたんですよ、うん、大阪にいてる時に、うん、あの最初ねもずくを食べた、もずく酢かなんかを、うん、そんなやだからそうそうそう、もずくは大丈夫だったんですよ、はいはい、もうあんなもん飲み物みたいなもんやで、飲み物ですね、そうそうそう、はい、その次にまあ、たまたまこうお惣菜を買ってきてて、はいはい、で僕野球見ながら酒飲んでこう、あもうあやこやでテレビに向かって、はい、はい、戦ね、次はスライダーやぞみたいなのを言いながら大体こうね集中してるんだよ。でその時に次に食べたのがあのそら豆の天ぷらだったんですよ。あ、はいはいはい、あそら豆もまあ時期のもんやな思いながらで天つゆつけて、はい、でそら豆の天ぷらばー普通に食って、はい、でこうしてで飲み込みまた二口目食べとかってこうしてたら二口三口のあたりであれ違和感があると思ったんですよこの、うん、先頭バッターのこの前のこの一番目立つところのこれがないんですよ。ないの、あれ歯取れてるからこれと思って歯ないと思った瞬間に、あ今カミカミしてる口の中のこのそら豆の天ぷらの中におるんやと思ったすぐに、はいはい、でそれジャリって噛んでまうのも痛いし、はい、あれやからこらがんと思ったからあの流しんとこ行ってね、そう口汚い話で申し訳ないんですけどね、はい、バーッ出したんですよ、はい、出した後ねもう指2本つこてね、俺の歯とか2本ね、俺の歯言うてこう出したやつの中におると思ったらおらんのですよ、はいはいはい、あれ飲み込んでしまってるかもしれんと思ったんですよ。これはやばいと、早いことを吐き出さなあかんと思ってね。だってそのまんま僕の言いを通り腸を通ってしたら明日うんちの中から探さにいかんでしょ。でうんちの中からどうやって探すんやろって一瞬絵面を思い浮かべたんですよ。多分明日のうんちは俺ザルの下にボールを引いてボールとザルの上へうんちしてで水で流しながらあの砂金を見つけるかと思うと、うんこの中から歯見つけたやつまた入れるってどうなんやろみたいなとか、それは絶対避けたいなと思ったんで、もう飲み込んだやつの中に絶対混ざってんねんや思ったから、もうねもう涙流しながら指2本つこってゲーゲー吐いて、で全て吐いたんですよ、はい、でその全て吐いたものの中からまた前歯を探したんやけど、はい、ないんですよ、はい、俺の歯どこ行ったんやと思ってね、でどっかで落ちてんのかなとかいろいろ、そしたらね天つゆの中に沈んどったんですよ。ああよかったよかったってかじりました、うん、それで外した天つゆにくっついとったんでしょうね。あでそのまま天つゆへ戻した時に落ちたんでしょうね。あもう居場所ははっきりして天つゆの中やったから、うん、でそれを出してみたら自分の歯ちょっと残ってるんですよ、はいはいはい、で明らかにパキンって折れたんですよ、はいはい、どうしようと思ってこうやってくたってはめるとはまるんで両側のあれでこう話しても大丈夫なんですけど、ベロでちょっと押したらすぐ取れる。明日こういうのやってるしどうしようかなと、ほいでねそっからねあのそれこそ次の日朝一に、まあ、あの近くにある歯医者さんに申し訳ないんですけどそのこうこうこうなんやと、ほいでしたらまあどうこんなんさけどってすごい、ね、歯医者が使う強力なボンドで、まあ、止めるということはできるけど、うんそんなに何日も持たへんって、でまあこの6本全部やってくれたあの大分のそれこそねマリちゃんとこの姪っ子が
歯医者になりたてでの時とかにやってくれたから、でちょうど僕あのゴールデンウィーク明けに大分行くから、ほうほうほう、その前後で日空いてるし、でその時と、まあ、2週間後ぐらいにまた福岡行くから、うん、でその福岡終わらした後また大分のその歯医者のとこ行って、うん、そのゴールデンウィーク明けに僕はそのこれをしてくれたとこへ行くんで、うん、そこまで持ってくれたらそれでいいんですって言って、そしたらその歯医者さんが、まあ、ボンドでペッてしてくれて、はい、公演はねこう歯抜けでやるわけでもなく、うん、行けてね、うん、これがこのままゴールデンウィーク明けまで持ってくれたらいいのになと思った1週間後がこの間の青森のその五円紬4期の終了式だったんですよ。それで青森空港着いて、それで、何人か迎えに来てくれて、うん、でその後お昼食べに純ちゃん、はいはい、あの 大村っておそば屋ね、はいはい、であそこで20人ぐらいみんなご飯食べて、文明さん待ってるとか言うから、あそうなんと思って行ったら、もう文明さん天ぷら好きやからとか言いながらね、天ぷら出てきたんですよ。出た出た出た天ぷらってこれやばいよ思って、一瞬イメージしてしまったよ。そら豆の天ぷら出たんだから、そうですわね。いやー、まあエビ天とかはこっちゃ側つこてなんとかで、この歯を使わずこの歯を使わずってすごい気にしながら食べてたんですけど、ポキッて取れたんですよ。取れたでこの後講義やるし、もうどうしようってなって、そしたらもうみんなでね、近所の歯医者さんでそのご無理聞いてくれるとこっつって、そば屋の純ちゃんの娘がね、うん、めっちゃ親切な歯医者さんあるから、はいはい、ちょっと連絡したら、今すぐやったら来てもうていいよって、お昼休み入ったばっかりやったんやけど、はい、いいよって言ってくれたって言うから、いや助かったと思って、でその港屋歯科クリニックっていう名前のとこ行ったんですけど、はい、行ったらこれがまたね、この間1週間前にこんなことがあってボンドで止めてもうたんですと、だけどもうあと何日かのことなんで、そのボンドなのかまたもうちょっとなんか一手間加えてもらえたらみたいなとかって話するんですけど、その歯医者さんが多分津軽の人なんでしょうね、僕の話す関西弁がね伝わらないんですよ、ね、伝わらないんですよ、なんか何言ってるかがわからんみたいなことを津軽弁に返してくるんですけど、その津軽弁が今度僕がわからないんですよね。二人の噛み合わん会話聞いてて、歯科衛生士の女の人ら5人ぐらいいてね、みんななんか腹かけて笑ってるんですよ。私通訳しますとか言って二人ぐらいで通訳してくれて、でその津軽弁を標準語に変えてくれる、で関西弁を津軽弁に変えてくれるみたいな、ものすごいこうめんどくさい話だったんですけど、でもそのおじいちゃん歯医者さんね、多分すっごい起点の効く腕のいい人なんやと思うんです、はっきりはその喋ってる意味がわからなかったけど僕の中に残ってるところにちょっと小さな穴をちょっと開けて、うん、外れた方のこっちにもちっちゃな穴をちょっと開けて、多分両方に刺さる金属の橋渡しをして、それにボンドをつけてこうしてくれたみたいな、はいはいはい、ただつくはボンドで止めただけじゃなしに、こうちょっとしないとですね、辛抱みたいなやつを勘でやってくれたみたいなやつ、はい、でその勘がほぼはまってるんで、はい、これもやっぱりあんまり日持ちしませんかねとか言ったら、日持ちするよとか言ってそこは通じて、そこは通じてほんまですか言ったら、するするで、ね、俺の勘やけどうまいこと言ったからとか言ってくれて、だからボンドだけの大阪の歯医者で2500円払ったんですよ、はい、ものの5分だったんですよそれ、うん、でもあのおじいちゃんのとこ行った時は25分ぐらいいて、うん、そこまで手加えたのに、うん、なぜか診療費が1200円やったから、なんだよこの違いはと思ったけど、でもあれからめっちゃしっかりしてるんですよ、あまだそれでも、それが全然外れない、もう外れそうな気配もないね、ないですね、すげえ、これで確か5月の12日かなんかに大分の歯医者やから、はいはい、もうあと数日なんで、あと数日ちょっとね、これでいけそうなんですけど、まあ、今晩は天ぷら食べれますね。でそれが講義前にあったんですよ、はいはいはい、これで歯医者さん行って、それで歯が止まった状態で紬の最終講義ということで、うん、でこんなことあってねみたいな話してて、いや夢にも思わんことって人生起こるよねみたいな話しとったんですよ、はい、ほいで青森紬ぶどん盛り上がって、で懇親会どん盛り上がって、青森名物のカラオケ行こうになってきて、もう出た、もういつものと思って、でいつものあのちょっと広いスナックあそこでもう散々飲んで、なおかつその後ラーメンまで食って見に行って、ほいで僕ホテル帰ってきたら2時頃だったんですよ、ほいでチェックインしてないけど、まあまあ
ね、でその当時その頃ちょうど青森あの桜が満開だったんで、はいはいはい、でその花見客と、まあ、インバウンドのあれもあってホテルがどこもなかなか取れんかったんですよ、うん、で僕泊まったことのないホテルをあのうちのマネージャーが取ってくれてて、うん、一言ね12時までにチェックインしてもらわなあかんいうのを教えてくれてたらなんちゃなかったかもしれんけど、まあ、12時過ぎても、ね、大丈夫やろと思ってて、うん、予約は取ってるしと思ってる、うん、でその2時頃いい感じの酔っ払い加減で帰ってきたわけですよ。それで送ってくれたやつありがとう言ってまた明日頼むわって、うん、何時に迎えに来てくれんのとか言って言いながらでほなな言ってサイン鳴らした後1階の自動ドアが開かないんですよ。ああもうそんなに、ね、ああもう時間ね夜中やし、うん、あそれで横にこう横っつってもね真横じゃないんですよ。こうちょっと距離があるところに電話があるんですよね。あ普通インターホンな感じやけどなぜか電話だったんですよ。電話でボタン押せみたいな感じやからボタンピー押したらプルルプルルとカチャって出たんで人が、はい、あすみませんあの今晩ご夜会になる中村文明ですっていやちょっとチェックインよそうなって思ったんですけどなんか今来たんであの開けてくださいっていう話したら、はい、いやもう開かりませんって言うんですよ、はい、やんなことないでしょじゃあ開けてよって、はい、俺予約は取ってあるんやから調べてもらったら分かるからって言うたんやけど、ね、いやうちのホテルはもう12時までにねチェックインしてもらわないともうフロントもシャッター降りますしもう一切ホテル業務は しておりませんので人もいませんし、うん、ドアも開かないし、うん、入ってもらえないって言うんですよね。ほうちょ待ってよってなってですねでこの穏やかな僕がですよもう十数年ぶりに、はい、もうねなずなやろってなってきてでね、うん、だってさってあと考えてっておこれ電話取ってるっちゅうことはさあんたおんねんの中にって言うたらいえうちはこのホテルの防犯とかなんかのこう管理会社みたいなもんであって私どもは今東京でこの会話をしていますって言うんですよ、はい、ああはいはいはい、あとは東京におんのったら、うん、そうなんですほんならな僕の気持ちがわからんと思うけどな今おそらく青森4度ぐらいなんやって、うん、雨降ってて、うん、俺傘持ってなくて、うん、今この瞬間もだいぶ濡れてんねんって、うん、あ傘屋根あれへんしなって、うん、今濡れながら4度の外気温の中で喋ってんのよってちょ開けてほしいわけさとにかくっていくら言っても開かりませんって言うんですよ。そしたら聞くでええって今ここでこのホテルの中で火事が起こったとしたら、うん、泊まってらっしゃるほぼ満室でしょって、うん、その満室で泊まってるお客さんたちの避難するための誘導は誰がやるのって、うんね、客勝手に逃げてくれっていう話なんか言ってこうって言い始めたらそういうことになりますかねとか言うんですよ。へえ、ちょ待ってってあんた用意されたね誤り工場が書いてあるようなマニュアル通りの話みたいな言うてくるから、うんなんかな、あんたの言葉が全く俺に伝わってこうへんわ、もう薄っぺらすぎてとか言うて。でね、ほな俺どうせえって言うんやと。ね、俺三重県の人間なんよって。青森舐めてたわって。こんな夜寒なると思ってなかったから薄着しか持ってないって。今この時点でももうガタガタ震えてんねんと。ほんで雨におまけ濡れておんのよ。俺どうせえって言うねんって言うて、だんだんブチ切れてきてね。ただその後とどめの一言言ったんですよ。あの、そこから、15分ほど歩いていただくと駅がありますと、はい、それ駅の前にカラオケボックスがあるから、はい、カラオケボックスで仮眠されたらどうですかって言ってきたんですよ。お前ええ加減せえやほらってなってきてもうねベロを巻き始めてお前ええ加減せえほらってなりだしてもうねガスの方にヤクザのおっさんみたいになりだして。わかるわかるわ。他にもありますよ、その横に快活クラブっていうね漫画喫茶あるからあそこも仮眠できると思いますって。ちょ待てとね、確かに12時までに入らないけんというルールを破ったのは僕なんやと。だけど僕はね自分が予約を取ったわけじゃないんで、うんね、お客人によってはさなんか例えばそういうマネージャーが取ってどうやったらとか会社の方で予約を取ってとかでこの連絡の不行き届きみたいなものからなってしまったと。でも俺、ね、開かないっていうことは絶対ありえんと思うでって散々言うんやけど、飽きませんって言うんですよ。これもう入ってもらえませんし泊まってもらえませんって。俺もうブチギレてきてもうガンガン頭血のぼってきてね。でしてきてる時にちょうどねなんでかたまたま宿泊客の一人の
まあまあおばちゃんな感じの人がね、ホテルの中から出てきたんですよ。要するに中からは開きますわね。でその人がまた戻るときはなんかカードかなんかタッチすればまた開くんだと思うんですよ。でもそのおばちゃん出てきたから、この自動ドアがもう二度と閉まってはいけないわけですよ。もう入れないから。はいはい、ほんで僕ね、もうね、右足でめっちゃ伸ばして、このドア絶対閉めさせんと思って、足めっちゃ伸ばしてですよ。ほんでね、電話はこのぐるぐるのやつもビヨンビヨンの状態で、この体勢でこの足の裏の、この、なんていうんですか、この、パンパン張っててね。ほんで左足絶対中乗ってるんで、こっち側もプロプロしてきて、ほんで電話も線伸びるだけ伸ばしながら、この格好で大体30分ぐらいしゃべる。で、途中からお前フルネームで名前言えとかね、とか上司に変われとかね、絶対そんなことありえへんわ、言うて、言い切ったけど結局開けてくれんくて、もうええわ、もう、言うて。今自動ドア俺、強引に車手で止めといて、足で止めといてあるから、ね、宿泊客の方にご迷惑かけるかもしれんけど、フロントの前の床とかで寝ててね、人びっくりさせてしまうかもしれんけど、このまま凍え死ぬこと思ったらね、俺にはもうそれしかないから、もうお前どうでもよアホ言うて電話も切ってね、アホまで言わないけど、もうイライラしながらそれで入れたんですよ。はい、入ったんですね。で2階フロント、でそこまでエレベーター上がって、それでフロントで見たら、なんかソファーとかあるかなと思ってたんですよ。はい、で、まあ言うてもあの、チェーン店系のいっぱいあるホテルで、安さが売りみたいなところなんで、なんかね、あのもうフロントの真ん前は、もう30人ぐらいがご飯食べれそうな、簡単な朝食食べるみたいな、あんなテーブルと、なんか安っぽい椅子並んでるだけで、ソファーが全くないんですよ。で、わあこのパターンかーと思ったんやけど、でもね、やっぱり朝早うにチェックアウトして出ていく人もおるかもしれんから、その椅子の上なんかで寝てたら何やこの人ってなるから、まあ一応ちょっとは気ぃつこてと思って、どっか身隠しながらちょっと壁にもたれてでも寝るかななんて思ってたら、トイレがあって、1個は普通のトイレなんで、あれですけど、もう1個がちょっと障害者用のトイレだったんですよ。で、リーチをガラガラって開けてみたら、まあまあにスペースが広いから、あもうしゃあない、トイレで寝ようと思って、で1回寝転がったんですよ。でも下タイルなんですよね。めっちゃ冷たくてですね、もう腹伝いに、もう心身、心身、冷えが伝わってくるんですよ。で、外にいて、もう雨で濡れてるでしょ。で、この服すらも寒いのに、で、もうね、もう、何か方法ねえかと思って、自分の持ち歩いてるカバン開けたら、昨日着てた T シャツとか、おとつい着てた T シャツがあったから、はい、濡れてるやつ脱ごうと。ほんで、昨日のやつとおとついのやつを再び着てるんですよ。ほんで、なんか、また上着の一番濡れてるやつはもう着合んようにしてですね。はい、この下の冷えが伝わってくるのがたまらんかって。それでまたロビーへなんか探しに行ったんですよ。はい、そしたらね、自分のお好みの枕、お部屋に持ってってもらってもいいですよ、的な、ちょっと硬い目とか、柔か目とか、なんか蕎麦柄っぽいやつとか、いろいろあるじゃないですか。はい、あれ、5つだけあったんですよ、これ、立てて。よし、この枕を敷布団にしようと思ってですね、それで5つの枕出してそれを便所に引いてそれの上で寝たんですよ。そしたら、まあ酒も飲んでたのもあったからか、でそれで寝始めたもう3時頃だったと思うんですよ。はいはい、でももう明日も移動してあれやのになと思いながら、でも、まあ言うてても起きててもしゃあないから、なんとかして寝ようと思って寝たんですよ、そこで。で、してたら5時11分やったかな、コン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 ってしてきたんですよ、はい、ノックを。で、僕は宿泊客の人がトイレを使おうとしてんのかなって。せやけど、こんな枕敷いて寝てるやつもうおかしいから、もうなんか開けんとこうと思って開けずにいたら、外から鍵でガチャガチャって強引に開くんですよ。開けてきたんですよ。あ、ホテルの人かと思ったら、ガラガラって開けたら2人で入ってきて、はい、お客様申し訳ございませんでした、中村様ですよねって言うから、そうですって、ね、もう東京の方のその会社から先ほど連絡がありましたと、はい、で、こんな風にしてめちゃくちゃ怒られたって、はい、だけど怒られて当然やろって、予約も取ってて、なんでトイレでお客さん寝かさなあかんのかって、私らなんかいろんなとこ探したんやと、だけどここやと思ったから、今ちょっとこうやって強引に開けて入ってきましたけど、もうとにかくお部屋に入ってください。もう風邪ひいてもうては困りますし、そして
言わせていただきますけど、私は昨日の深夜勤務でずっとフロントの裏側のところにおりましたって言うから、うん、そうやろって、おらんはずないよなって言ったら、当たり前ですよって、うん、その東京のその会社と私どものコミュニケーション不足で、うんね、東京の側も現地におるわけじゃないんで、もうとにかく勘弁してほしいと、うん、当然宿泊代はいただけませんので、うん、部屋であと残す時間の許す限り眠ってくださいって言われて、はい、でありがとう分かったって、ね、あんたにやや言うてもしゃあないかなって、俺は東京のやつにブチ切れたんだってじゃあちょっと寝かせてもらうねって言って、でちょっと寝て、でもまあもう8時半か9時にはもう起きて、はい、でもう出発せなあかんかったんで、うん、それでちょっと仮眠取ってからドア開けたらその支配人立ってるんですよ、はい、もうずっと立ってたんかもしれんと思って、正式に謝らねやと思って立ってたんでしょうね。それで下まで見送ってくれて、うん、でその時にすごく不可解な思いをさせてしまったこのお客さんがどんな人なんかなって、もしかしたらネットで引っかかるかもなと思って僕の名前入れて、そしたら確認したら、この人講演とかいっぱいやってる人で、サービス業のなんかとかホスピタリティみたいな話もしてる人にこんな経験させてしまったと思った、私ももう背筋が凍りましたって言って、うん、で本当に申し訳なかったですって言うから、いやでもこれありえんことよなって言って、うんうん、まあだけどお宅のせいじゃないからな、うん、あの俺はもうこのホテルの名前は言わへんよってただ青森で泊まるときはいろいろ吟味した方がいいと思うよ深夜12時チェックイン、これがキーワードみたいなまあそんなノリですけど、もう生まれて初めてあんな思いをして、うん、でも考えたらね、僕その十何年前にもう一回ブチ切れたことあるんですよ。へえ、それもやっぱり電話系だったんですよ、うん、夜中に中国道を九州から三重県戻ってくる、うん、でその時に僕翌日がね鮎の友釣りの解禁だったんで夜明けまでに絶対帰ってきてええ場所取って鮎いっぱい釣るイメージでもう九州からバンバン一人で走ったんですよ、うん、そしたらね、あの普通なら山陽道を走るのに、うん、山陽道の方が交通量多くて道もあんま曲がってねえし、うん、でも中国道結構くねくねするし、はい、でなぜか中国道入ってしまったんですよ。ほんであガソリンなくなりかけてきたと思ってサービスエリア入ったら真っ暗でね、うん、レストランもガソリンスタンドもやってないんですよ。だからなんか張り紙してあって、昨今中国自動車道は交通量が大変減少しておりますため何時から何時まで全ての営業をしておりませんって書いてある。ええー、と思って言うても日本の大動脈やろこれみたいな、その山陽道に取られてるとはいえと、うん、僕日もさちもならんかったから、あの非常用の電話なんですよ。はい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 、ここであのやってないんです。そんなんだもっと手前からな電光掲示板とかでねお知らせしや言うたら、まあそうね、してありますとか言うて、うん、ほんなら俺が身を見ひんかっただけかもしれんけど、でもどうにかせなあかんと、うん、こういう時どうしたらええの言うたら、もう次のサービスエリアまで持ちませんよ、間違いなくもうランプついて結構立ってるしね、うん、するからったらもう JAF を呼ぶしかないって、うん、何でもいいわ、もうその JAF、うん、電話教えて言うて、ほいでまた電話かけて、ほいでジャフ来るのがまたね、はよ来い、はよ、だって僕なのかはああいうの友達やほんまに1時間以上待ったんですよ。ほいで持ってきたらね、めっちゃちっちゃなガンガンなんですよ。もう佐久間のドロップを大きくしたぐらいのね、あんな感じの入れ物に、要するに高速道路をガソリンを持って運ぶというのは、例えば自衛隊とかね、緊急事態とかそういう時ならいざ知らず、JAF の私たちも運べる量は限られてる言うて、確か5リッターかなんかやったんですよ。で、例えば1リッター150円としても、5リッターで750円でしょ。だけど、その深夜の、そのなんとかとか、あで高速道路どうたらとか、なんとか料金とか余分なもんいっぱいついてて、結局ね、7、8000円払ったんですよ。高が5リッターのガソリンのために、うん、で5リッター入れてもね、メモリちょっとしか入らないちょっとしかでもこのちょっとで、ね、次のサービスエリアまでは持つやろうなと思ったんで、まあ腹立つけどしゃあないと思って7、8000円払って、ジャフの人に怒ってもしゃあないから、ありがとうございましたってね、なんとかしますんでって言ったら、お気をつけてって言いながらどうも言って、次のサービスエリア向かって走って、はい、で次のサービスエリア入ったんですよ、はい、その次のサービスエリアがまた何もやってない閉店なんですよ、はあ、ほんでまた非常用電話なんですよ
ほんとさっきのやつが出たんですよ。お前さっきのやつやろって、お前のうち今から行くわ俺って、いい加減せえやんって、2つ続けてやってて、どこでも閉鎖しろこの高速道路でやって、いかに狂ってんですよ。ほんでお前また5リッターのガス入れるためにジャム呼ぶんかえって、ほんでまた何千円8000円かってお前映画にしたってもうどんなに散らして深夜の高速道路のサービスエリアで吠えてんの僕一人で、俺は明日友釣りの会議だよでもね、ただそいつが言うんですよ、ね、どれだけ残ってるかあれですけど、すぐその後に出口がありますから、出口までなんとかそのガソリンが持つようであれば降りていただいたら24時間やってるあのガソリンスタンドがあると思うんですねって言ったから、あると思うんですねの話はするわみたいな、ここにあるから行ってくださいって話をしてくれっていう、もう声も遅れないよみたいな話ですよ。ほいで降りたらね、あったんですよ。でガソリン入れられて、また高速乗ろう思ったらね、そのあの昔 ETC なんかなかったから、おっちゃんが、あとさっき降りた人やろって言うから、そうですって、熊本から乗って伊勢まで行くのに途中で降りたら高速代めっちゃ無駄になりましたねって言われたら、無駄行きなって言って夜明けにあの地元にたどり着けなくて友釣りできんかったね僕あんまり腹立ったから、またあいつとこ電話したんですよ。もうほんまに偉い目を倒れって、もうね、ハイウェイカードでええから気持ち見してくれ言うて電話かけて、したらなんかはぐらかすようなこと言うて、でも3日後にね、段ボールのでっかいの届いたんですよ、中見たらね、日本中の高速道路のサービスエリアの閉まってる、夜になったら閉まるところ全部赤丸したやつが何十冊も送ってきたんだよ。ハイウェイカード1枚もなしですよ。もうお前本当にもう今度会うたら俺はもう多分寄せりゃんなんだよ。この2つの出来事が僕が過去15年で本気で無事でいたというそういうお話で、まるで学びのなかった回になりましたけど、ちょっと声枯れながらお伝えさせていただきました。